ぎると狙えないそうですよ、ね、あのバンカー過ぎたらもう70とか。そうですね、そのぐらい。超えてはいますね。ちょっとね、下がるのが早かったですね、風で右に持ってかれました。ここ旗でいいんですよね。そうで、行きましょう。よいしょ、入ろう。はい、お、なんだあれ、バンカーに入ったっぽいですね。こう行きましたよ。いい球でしたけどね。じゃあ3打で。そうですね、左だって。これは何で言ったのかな。これは A とか S で、だったんで。52ください。こっちは木当たったんじゃなかった。もうちょい、まあ、すげえ手前から行った。でもナイスアウトですよね。ありがとうございます。まあ、フルショットじゃなくていいですよね、はい、ちゃんとこうアプローチ飛びすぎそうだな。 S ください。おはよう。すげえ嫌な予感してた、さっきからずっと。なんか今ちょっと立ちづらそうでしょ。え、何今ので、今みたいに立ちづらい時は、はい、足をもっとクロスした方がいいです。クロス、ね、右足を引いてみるとか。そうおお、そうした方が安定しますよね。はい、まっすぐ立とうとしちゃうとバランス崩れるところってあるんで、必ず。もうさっきすごいそうでした。だそう、今のは絶対クロスしてこうやって。こういうことか。そう。あ、全然違う。7番ですね。7番。そう。こんな感じ。うまい。え、行った？行った。めっちゃダフったけど。うまい。ナイス。うん、今いくつくらいだ僕。今ね、ダボペースくらいかちょっと少ないくらいだと思う。次がボギーくらいなら50切ってるくらいじゃないかな。おはようございます。おはようございます。この前4人のバトルに出てくれたあゆちゃんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日は取手国際で僕のラウンド動画を撮ってるんですけれども、その中で一つ共演者の大地先生にドッキリを仕掛けたいと思います。はい、とあるゴルフもできなさそうな新人キャディーさんが一発ドライバーですごいショットをぶちかまして大地先生を驚かせるというドッキリをやりたいと思います。はい、どうですか。楽しみ。昨日一応ネタとして元ネタの動画を見せたんですよ、はい、あのおばあちゃんがドラゴン出てチョロかもしてバーンみたいな、はい、あれをやりたい、はい、やりたいです。私もやりたいでしょ、はい、めっちゃ面白そ そうで、はい、今からシミュレーションをやるので、はい、リハーサルをここでやりましょう。あ、ここで、うん、はい、僕がこうやってドライバー持ってて、いや俺のドライバー最強だな、やっぱりすごい飛ぶな。宮下さん、ドライバー打ってみたいんですけど、打ってみていいですか。ちょっと素振り見せてください。はい、こんな感じでいいですか。じゃあ、一球ちょっと打ってみていいですか。じゃあ、僕の球使って、はい、追いだから、打ってみましょうか、はい、うわー、もう初めて試合いいんじゃないですか。もう一球だけ悔しいです、出してください。もう一球だけ。このキャッチさん、積極的ですね。飛んでった。わー、すごい飛んだぞー。
やばい280ヤードいや300ヤード飛んだすごいって2人でやってきて、ダッダラーっていうのをやる。わかりました。うまくいったな。大丈夫ですか。もう9ホール目でやってね。あ、わかりました。張り目でね。張り目で、はいはい、じゃ風強いけど頑張りましょう、はい、頑張りましょう、はい、お願いします。左目を狙って、はい、わーいいなー、ああいうのいいなー。まずまで行きました。ちょっと最後見えない。はい、私もどうした、打ってみたい、打ってみたい、来たよ、左教えてください。え、教える、はい、打っていいですよ。一回打ってみます。いいね、積極的だね。大丈夫ですか、はい、時間あります。あ、もうちょっと余裕あります。大丈夫、左ぶっ込んできました、ね、ぶっ込んできましたよ、キャディさん。若いね若いねなんかスポーツ経験はありますか。プールと、プール、あ、テニスはやってます。あ、じゃあ一番テニスがイメージとしては近いんで、握り方とか、握りはもう全部の指でこう握って、はい、まずそうボール置いて、初？ちょっと手が震えちゃってますね。両手は密着して、はい、そう、それで上下の動きと横の動きと、はい、しやすいか確認してください。それ手首をいっぱいちょっと動かして、そう。よし、それで肩も一緒に動かして。あ、形になりましたね。あ、今ので、今のでいいです。あとはもうボールじっと見て、この今の素振りのように力まずに振ってみましょう。いきなり、いきなり打つっていう。初めて。本当に初めてです。当たるかわかんない。手で引いて、手で、手首で引いて。OK。おー。でもなんか形になってました。本当ですか、うん、めっちゃ悔しいんですけど。うん、もう一回いく？普通ね、空振りするんですけど。当たります。初めての人。当たっただけすごい。なんか、センスを感じます。センスありますよ。センスあります。触れてますよね。あ、なんだあれ。これなんだこれ。これなんだこれ。え、今のどうですか。え、良くないですか。いや、もう完全にそういうドッキリじゃないですか。もう以上。新人キャディーさんが実はすげえ上手かったドライバーショットを見ると大地先生は何と言うのか、ドッキリ。いや今ね、うん、1球目は分かんなかった。本当にマジのなんかセンスある人かなと思ったけど、当たったの見たらさすがに分かりました。どうでした。いや、ちょっといい刺激をいただきました、久々に。なんかそういうことだったんですね。楽しいですね、はい、ゴルフ。実はシークレットゲスト、彼女が、あ、そうなんですか、午後から一緒に回りましょうってことで、はい、なるほどね、なんかちょっとやられましたね。ありがとうございます。全然予想だにしてなかったですことよかった。結構8ホール目、9ホール目からいけんの、もう本当にどうしようか分かんない、初めてだったんで。さすがに2球目打って分かりましたね、はい、やるなって思いました、ね、やるなって思いました、ね、めちゃくちゃ経験者みたいなキャディさんの格好も若い子は着ないんですよ、はあ、あ、そうなんですか、はい、普通の格好でキャディさんやるみたいです。いやー、僕ちょっと人生初めてかもしれない、ドッキリを仕掛けられたのは、はあ、面白かったですコンパクトにバックスイング、そうですね、そんな感じで。ちょっとつま先下がりで、軽くトップがね、出やすいんで起き上がらないです。
ぱり起きた、うん、どんまいどんまい。立った瞬間からこの軌道しか見えなくて、うん、そういう時は、うん、さっき言った足をやっぱりクロスして、あクラブのこう軌道、腕の軌道を変えてあげればいいんです。それは絶対立ちづらさによるそういうサインなんですよ、違和感っていうのは。でもそうか、仕切り直すくらいだったら、そう仕切り直してもう立ち方変えた方がいい絶対、うん、あれは飛びすぎた、あーあー大丈夫そう。ナイス。やっぱり100切りは18ホールまでわからない。最後のちょっとシャンクシャンクがもったいなかったですけど、まあちょっと課題感ありますけど、はい、午後もよろしくお願いします。お願いします、はい、いやでも要所要所はすごくいいショットと、まあ、パターは3パット1回ぐらいですよね、はい、だからあのシャンクですよね、あそこで自分でもやっぱ予感してたっておっしゃったので、はい、そのまあそこに限らず立ち方に違和感があった時はやっぱそのままやらずに、そしてこうまっすぐ立つっていうことにとらわれずに、うん、ちょっと足をこうクロス前に出したり右足前に出したり引いたりしてこう自分の軸をこう安定させられる立ち方をしてから打った方がいいです。そういう場面って絶対あるので、例えばこうしたらちゃんと立てるぞってなった時には、うん、そのスイングとかもそれに足勝手に調節されるもんなんですか？されやすくなります、はい、だからこうその足の形で素振りして、はい、あこれが振りやすいなってイメージになってくると思う。あなるほどなるほど、うん、基本は右足引いた方が多分振りやすいです、はい、どんどんの場面でやってみます。ありがとうございま す, ありがとうございます。ご飯のおすすめをしたいと思うんですけども、木村さん、はい、ゆうちゃん、私は実は食べたことがないです。ないんかい。私ここでないんですけど、夏限定冷やし担々麺、担々麺風ピーナッツくるみの混ぜそば。出してて待ってん、私もその夏限定で、ここはですねプラス300円なんですけど、宇和島風鯛めし下妻産紅卵の TKG って書いてあって、このゴルフ場は砦国際ゴルフクラブってことなんでTKG で売ってるんで、これで行こうと思います。 TKG 食レポしたことありますか？ないっすよ。アースモンダミンカップの時にね、試合であのスタバの美味しいって言っていただきます。いただきます。うまいしか言えないっすよ。とかもう今日はちょっとこんな声で低音ボイスなんですけど、混ぜそばなんでまず混ぜたいですよね、これは。お、ちょっと食レポっぽい。まず混ぜてのこの見た目はもう度外視。なんか和風ですね、ザーサイが入ってたりとか、うん、淡々感があまりない。想像したより美味しいです。美味しいです。大体こういうのって想像通りっていう美味しさなんですけど、ピリ辛で担々麺風なんで、はい、ちょっとやっぱごまの風味が効いてて、やっぱピーナッツくるみが入ってるんで、めちゃめちゃ相性いいです。匂いが。木村さんはいかがですか？めっちゃ美味しい。前回の食レポも私担々麺食べてました。一昨日やったんですよ、撮影で。食レポバトルやされてなんか散々だったらしいですひどかったです。砦国際ゴルフクラブの、TKG 卵かけご飯いきたいと思います。あと先にもう醤油入れちゃったんですけど、卵が結構黄身が小さくてプリッとしてます。まさに急です。どんな味がするのか非常に楽しみです。ちなみに僕は卵を混ぜるときはこの程度で終わりです。もう以上、理由はありません。
そして、この中にボーン入れて薬味があるので、あ、すみません、箸の持ち方が汚いっていうことはコメントしないでください。多分こうで、こうで、なんかこんな感じ、こう、めちゃくちゃうまいです。一言目で言うと、またタイが弾力がある。そしてガスッと食えて、旨味も出てくる中で卵がめっちゃ濃厚っす。濃い、濃すぎるくらい濃い。なんだろう、なんかチーズくらい濃い。そしてさっぱりしながら濃くて、醤油が塩味みたいな感じです。以上です、ありがとうございます。